バーチャマでございます。レッドブル敗退から一日元気を取り戻してきたチャマでございます。そしてこれ、ついに届きました、ドルタムントのユニフォームで。暗くなってるな、これ。まただこれ、なんでこれがオートになるんだろうな。はい、ということで、顔色ちょっと今日悪いけども大丈夫かしら。こんなもんだっけ。まあいいや、気合い入れていきましょう。ちょっとね、レッドブルの後、まあレッドブルでね、レートが下がっちゃって苦戦しておりましたが、また963まで戻ってきております。レート戦まで射程範囲内と認定させていただきたいと思います。そしてね、16連勝まではしたんだっけな。また16連勝したんだけど、そうその後が続かなかった。その後負けちゃってパーパーパーということで、うまいこといきませんでしたが、はい、と次の試合で勝つために新戦力ゲッツゲッツゲッツ、一回 GP でガチャを引いていこうと思います。当たることを信じてくれ。ガチャの神引きチャマの、これどうなんだろうな。はい、うわー、銀手スッと出してほしいよな、コナミさんな。あー、まあいろいろコメントもいただきまして、まあ、コメントに関しては、19時の動画かな、19時に上がるのかな、2本目の動画で、やっていきたいと思いますんでね。すっと戻りましたけどね。またそちらに戻らせていただきまして、GP で行こうと思う。GP じゃない、コインで行こうと思います。なんかね、なんか嫌なのよ。はい、来た!やっぱり諦めきれない。金ぐらい出てほしいもんだけど、誰だろう、もう。ウェス・モーガン、あ、来た!レスター。一回当てたけど、さよならしたやつが帰ってきてくれた。フィジカルコンタクト94。ヘッダーついてない。はい、あ、ヘッダーついてる。身長185しかないんだ。ヘディングディフェンスです。ボールダッシュ。これちょっと一回使ってみたいな。もしかしたら強いパターンの。あ、ちょっと、カメラがね、横になってるよ、これ。こうかな。お、いい、一番いいやつになっちゃったよ。もうちょっとこうじゃない?お、いい、一番いいやつになっちゃったよ。ということで、勝っていこうと思いますよ、チャマ。はい、ということでね、マッチングが長くなりますので、マッチングが短くなるおまじないをさせていただきたいと思います。あ、ホイスカウトホイはこれね、割とだるいよね。もうどんどんスカウトもね、ちょっと星5のいいやつがね、溜まってこないんで、まだまだ溜め中ですけども、枠をね、ちょっと枠も大事になってくるな。ということで、マッチングが短くなるおまじない。あれ、さっきまでいいのが出てたんだけどな。ちょっと待って。さっきまでね、めっちゃいいのが出てたの。マッチングが短くなるおまじないの。めっちゃいいのが出てたんだけど、どれだっけな。え?あれ、どっか行っちゃった?どっか行っちゃってるかな、これ。どこ行っちゃったんだろう。ヤフーのニュースで見てるんだけど、いつも。どれだっけな、ややこしいわこれ。もうずっと出といていいよにね。あ、これだ。マッチングが短くなるおまじない。うなぎ取引調査へ規制懸念、おめでとうございます。はい、来ました、フォーザさんじゃなくてチーム名がフォーザか。来ましたね、チャマ。今何連勝中だ。2連勝ぐらいしてるのか。ウィー、3連勝中ということで、勝率も 70% に上がってきましたよ。パーということで、まだ始めたばかりの人、平均得点が 0.62、 平均失点が 2.0 ということで、これがね、 5連勝目に来たら、うわ、全然跳ねねえじゃんってことでがっかりですけど、まあ、4連勝目はね、ちょっと5連勝目のプレッシャーもありますんで、まあ、このぐらいの人が来ていただいたら、ちょっとホッとするね。まあ、ただメンツ的に見ると、ベララビ、ベラッティ、ロイス、ブスケツ、ポグバ、バルザリ、あ、バルザリいるんだ、クリシー、シリグ、結構、結
構メンツいるんじゃない？でも1890か。ちょっとバルザッリやばない？バルザッリ、あのユベントスのって言おうとしたけど、あ、ユベントスじゃねえや、ウィレ偽名だわって思ったけど、偽名のチューム名が出てこなかった。なん PM ブラックホワイトか、 PM ブラックホワイト、ユベントスのあの後ろカチカチだからな、目にやばい、なんかまつげが入った臭いな。アローベルウィルセマーフォルザー VS ボルシアドルチャマトムント、まだねボルシアドルチャマトムントがスッと出てこない。ユニオンまだ買ったのに。さあ行きましょう、お願いいたします。これは何や、オッケーオッケー、雨降ってる、ちょっとあれ雨降ってる。 3D サッカー出してきますね。ここは入れ替えての、はい、アバーテから、いやちょっときついな。まあね、ちょっとレッドブルの東予選が11月1日にありますんでね、その時までに。オッケーオッケー、いやちゃいよ。はい、あロイス、これ取れる。いやきびいな、おい、オブラクやばいよマジで。うちのオブラクのね活躍をぜひ見てほしいマジ でこれね、だいたいコーナーキックはゾーンだね俺は、まあ、勝手に決めてるけどゾーンが一番いい。おっとナイス、オブラクもう蹴っちゃおう。オッケー、あロナウド、あ取らない、もうフィジカルコンタクトなのかな、ボディフィジカルなんとかなんとかなんとかかな、あの2種類ぐらいあるでしょ、あれすごく重要だと思います。下ろして、あ違う、グリズマンじゃない、お来た、いやー、はい、あちょっと待って、これ入るでしょ、いや嘘、視力噛みすぎない、今絶対さ、前のディフェンスいたから一瞬ボール見失うパターンのやつなんだけど、ちゃんと見てきたね、はい、あダメだ、あこれはさあ、よし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 、お取れた、あーくそ、いい感じでね、ボール触った瞬間とかね、触ったもうほんと0コンマ直後みたいな時に、ちょっとね体勢を変えるような、体勢を整えるようなスティックの入力をすれば、いい感じで、ね、止まれたりとかね、角度変えれたりとかするんですけど、来ましたマフレーズ、はい、あこれ入ったろ、うわーキーパー出しちゃったね、パフォーマンスしますね、ちゃま、このパフォーマンスマジでムカつくよね、うん、決められた時マジでムカつくよな、あれだけど、そのムカついたらやっぱさ、四角ボタン押しっぱなしになるじゃん、もうボール取りたい、プレス取りたいということで、そしたらまあドリブルパスなりでこう翻弄しやすくなるんちゃうかということで、まあチャマはやらしいけどもね、パフォーマンスちょいちょい活用させていただいておりますよと。あこれややこしかったね今の、あナイス、えペペ、あえちょトマッティ、最近ちょっとねサーバーも若干改善されつつあるし、まあ時間帯にもよるけどね、ゴールデンはまあさすがにまだ重いけど、まだちょいちょいね、ちょいちょいまだまだ、あこれは横に、オッケー、うまいでしょ今の、うまいでしょ、普通だったらグイに行くけど、グイって行った瞬間にカクって入れたらグッカって入れるから、みんなもやってほしい、うん、マジでね、スティックのね多分入力のね深さも大事なのかもしれんって思う、ドリブル中はスッスじゃない、グッグッってやったらやっぱその分ね、グッってやったこの深さがあるから重いでしょ、だからこうトットッみたいな、チュチュンみたいなやつをやればたまにあれなる、ならない時はタイミングミスってんのかなということで、まあ、かなりシビアそうな印象は受けますが、こうやってみてほしい、ほらグッグーでしょ、でもシュシュほらね、ちょっと早くない、あんま変わんなかったからなんかでも、まあ選手のね、もちろん多分選手のドリブル能力には依存しますよ、ドリブル低い人だったらどんなに練習したってできないかもしれない、ほらほら、なんかチュ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 、ほらチュチュグーでしょ、グーグーでしょ、トゥ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 、ほらなんかトゥトゥっていくでしょ、これ大事なのよ、はい、コスタのこれ左足一線ズドン、マジでコスタ最強だから、マジで俺コスタ、カバーにもいいとこあるんだけど、コスタの方が最強じゃねえかっていう
意見にねたどり着いた。能力的にはね、正直な話、あれこれカバーニの方がええんちゃうかって気がするけど、これですな。あ、止められちゃった。ちょっとキーパー尻ぐらいでね、まあ、ちょっとね油断してたらあれですけど、まあ、もしかしたら今のもズドンだったら入ったかもね。マジでね、ちょっとカバーニ VS ねコスタ動画作りたいよ俺は。作るか。あ、これ誰だ。おっと、ここは、はい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 、いやディフェンス一人ねおびきをしたから、ちょっと中が開くっていうのでね、手前に避けたんだけど、その後やることなしってこと。フェリペ、ちょっとねみんなにもねフェリペ使った方がいいよって言われてたんだけど、昨日改めてねみんなにねフェリペ使った方がいいんじゃねえかって言って、ウェンディを使ってたんだけど、俺は足が速くてピンポイントクロスだし、まあ申し分ないよねっていうことで、ちょっとねフェリペ今試しに使ってみてます。まあ足のスピードはないけど、まあ基本的な能力高くて、何よりまあ背が高いと、いやええやろと思ってたんだけど、あそこね、まあ俺のイメージしたのは、まあどうせあクロスとかの対応やろみたいな、自分で動かしたらええやんみたいな、自分ででかいやつ動かしたらええやん、ターゲットになりそうなやつと思ったけど、いざやってみるとね、ゴールキックとか相手のクロスとかクリアか、クリアとかを、なんかこう3トップとかだったらさ、ロナウドとかまあいろいろいるわけじゃん、そこね全部抑えられるわけよ。真ん中にいるでかいやつは大体ねみんな蹴りがちでしょ、クリアとかで。でそういう時はセンターバックででかいやついるから、まあ勝てる時もあるし、まあ、負ける時もあるんだけど、でこう両ウィングよね、両ウィング狙い目よ、サイドバックでとロナウド競らしたら、ロナうちのロナウド勝つっしょみたいな感じでクリアしてくるところ、うちでかいやつおりまへーみたいな感じでボーンよ。そこねぜひ知ってほしい。やっぱちょっとねあるに越したことはないね。しかもディフェンスの、ディフェンスセンスあるからか、足は遅いんだけど、そんなにね、そんなに嫌な感じにならない。あ。ちょ、OK。あ、取れる？取れない。はい、あ、来た。ほら、アラバ、アバでもね、アバで足が速いんだけどね、なんかトラップが下手なんだよね。トラップがね、なんかニューンって伸びちゃったりとかすることがあるから、ちょっとね、ややこしい。マフレズどうですか。あ、マフレズ今勝ったな。でも来た来た、いやー、あそこでグイって前に行けないんだよね、ゴリ押しできなくなったよね。はい、あ、あ、押しダイレで、あ、来た、これは入ったでしょ。やっぱロナウドさん行けやな。結局ロナウドゲームみたいなとこ今作もありますよ、まあ、メッシネイマールもどっちが強いんだろう。マジでよく聞かれるんだけど、メッシとロナウドはどっちが強いですかみたいな、まあ、正直タイプ全然違うから、いやどっちも強いでええやみたいな。ロナウドはもう縦に速くて、まあ、正直なんて言うんだろう、自分でコネコネしながらディフェンスをかいくぐってシュートとかはできないよね。ただスルーパスとかで今みたいに走らせたら結構速いし強いし、ボール先に触れたらキープできる、でそのままシュート打てるみたいなとこもあるけど、ネイマーじゃない、ネイマーメッシか。まあ、ネイマーメッシも若干違うんだけど、まあ、ざっくり大きく同じ感じと見ると、ネイマーメッシはちょっとまあ、もうまあ、もちろんシュートは、性能いいし、何よりこう、まあ、強さもあるよね。強さもあるし、まあ、でも、ロナウドの方が、まあ、もちろん強さあるんだけど、まあ、十分な強さあると。ただ、一番のやっぱり魅力はドリブルだよね。ドリブルでコネコネしていけると。で絶好調の時のネイマール、メッシなんてもう勝手に浮くからね。よっしゃ、これ足出したら取れるでっていう距離で足出しても、勝手にひょいって、え、それコマンドにない動きだよねみたいな感じで、抜けていくから。まあその辺ちょっともう完全に真正面からブロックするなり、スラで削るなり、まあでもスラで削ったら今作ファールになりやすいから、もうファール覚悟になっちゃうけど、PK 覚悟、ファール覚悟。あ、これ、オッケー、オフじゃないね。はい、あー惜しい。でそれでもね、どんどんもうこねくり回して中に侵入していく。そしてペナ内に入ってコースさえ開けばもういつでもコンカみたいなね。ペナ内じゃなくてもね絶好調だったら入るよね。来た、神ヘディングもあると。
何よりやっぱロナウドヘディングがね今作はもう強い。だから使い方は全然違うんだけど、ロナウドとメッシどっちが強いか、なかなか難しいんだけど、やっぱみんな気にしたがるね。割とまあ普通のな、確かにねゲームのキャラなんだけどさ、サッカーの選手でポジションも若干違うというか仕事が違うからね、え格闘武道家と剣士どっちが強いですかみたいな。でも割とね、どっちもいた方がええんちゃうかみたいな。どっちもいた方が一番、あチェルチいるやん、強そうだよねチェルチ。あやばい、あくそ事故ったわ。ゼロで行きたかった、ゼロで行って平均失点を下げたかったけど、まあしゃあんない。だどっちがね、そう話を戻しますけども、どっちが優れてるっていうのはちょっと不毛な感じがしますけど、どっちがじゃあ点取りやすいかって言ったら多分ロナウドの方が点取りやすい。まあシチュエーションによるんだけど、クロスさえ上げれたらロナウドの方が点取りやすい。ただもうちょっとねプレスがゆるゆるで侵入できるんだであれば、ネイマールとメッシの方がいい。そして前からのプレスが強くてクロスまで上げれない場合、この場合はもうメッシネイマールだったら打開できる可能性があるんで、中盤ぐらいからビルドアップしてね。やばフェリペ、そう考えると強い人と戦うときはネイマールメッシの方がいいのかもしれないね。それこそだってね、勝手に浮かしたりするわけじゃん。それってもうこっちでどうすることも、割とどうすることもできないから。やべ、全然人に、あ、止まった。オッケー。うん。だから強い人相手に、格上相手に、ちょっと俺のドリテク、パスワークテクニックじゃ、この人のディフェンスは、ちょっと刻めねえぜっていう人と戦うときは、メッシネイマールの方がいい。でも割かしちょっと自由に戦えるでっていう時はロナウドの方がまあクロスまで行ったらもう勝ちみたいなとこあるからいいと思いますね。そこだな、やっぱり強いやつに勝つため、自分より強いやつに勝つためにはメッシロナウドって考えたら、メッシロナウドの方がいいのかね。勝ち試合でホームラン打つバッターと逆転ホームラン打つバッター、どっちがいいかって言ったら、ね、逆転ホームラン打つバッターの方がいいからね。弱い相手に勝てるロナウドよりメッシとかの方がいいのかな。うん、まあ、ロナウドもね、割と使いようなんだけどね。まあ、中盤ね、パスワークとか、まあ、中盤重い人しかいないよ、みたいな。ってなると、やっぱこうやって、ロナウドにね、ボーンって、あ、こういう感じでも、こう、マイボールにできたりするから。はい。まあ、コスタもそうだし。あ、だ、蹴らなかったわ。ちょいちょいね、なんかアバーってね、縦の足の速さはあるんだけど、ボール持ってからの、キビキビさがないというかね、思ったほどはない。思ったほどはないでしょ、ほら。なんか、スライドあるんだけど、足の速さの割にキビキビ感はない。そういう感じですね。ジャマが思うロナウドとメッシの違いでございました。参考になればよろしいかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、11月1日までね、まだまだありますんで、ガチャも引きつつ、こっちの方もね、鍛えつつ、準備をしていきたいと思います。みんなもウイで楽しんでるかい？最後までご視聴、あとサーバー治るみたいね。よかったね、サーバーが治るよ。パー。ご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。さあ。